愛良市にある県防災研修センターです毎月ふれあい防災教室を開催しています6月のふれあい防災教室どんな内容でしょうはい災害を学ぼう防災マルバツクイズと題し6月17日に行いますでは内容を少しご紹介ください、はい、防災に関する知識をクイズにしてお子さんたちにも楽しく参加してもらいたいと思います クイズを通して防災に関する知識を確認してもらえたらと思いますはい、ではその防災に関する知識一言アドバイスするとしたらどんなことでしょう防災に関する知識は知るだけではなくご家族や周りの人たちと話をすることがとても大切ですぜひご家族で話し合いをしていただきたいと思います今月のふれあい防災教室は6月17日土曜日の開催です